眼科チャンネルなんだね。いや眼科分かってます、分かってるんですけど。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。高見です。よろしくお願いします。先生、動画でまつげの話してたじゃないですか、はいはいはい、その時に髪の毛の話もしていたので、最近年齢を重ねて初めてからだんだんおでこが広くなってきた感じがするので、ちょっと聞いておきたいんですよね。その年で本当ですよ、あるんですよ、本当に、はい、ぜひ。 なかなかさ、目の話になんないんだ。いや、じゃあこちらに始まって熊に行って、今度は髪の毛、はい、いやいや気になるんですもん。眼科チャンネルなんだね。いや眼科、分かってます、分かってるんですけど、今のうちに聞いとかないと聞けなくなっちゃうんじゃないかなと思ったんで。そうね、まあ目の話ちゃんとしなきゃいけないから、まあいいや、はい、はい。まあ、実はですね、うちでね、髪の毛の治療薬も出してるんですよ。でね、こういうのって市販薬もいろいろあるでしょ、うん、ちょっとこう濃度とかいろいろ限られてたりするわけですよね。それからね、あんまり濃度が高いやつになってくると今度は医師の処方がいるとかね、うん、それから外用薬だけじゃなくて飲み薬も数種類あるんですけども、はい、まあ、それも医師の処方がないとまあできないんですが、うん、まあ、なかなかね、効果がね、実感できないっていう人もまあ多いんですよ。でね、私の周りにいる人の場合はまあまあみんなね、うまくいってるんですよ、実を言うと。ただね、そういう人たちの中でね、21とかね、まあいろんなね、こうあるじゃないですか、うん、そういうのね、随分お金をかけてやったけど効果全然なかったっていう人もいるわけですよ、うん、ああいうのってどうも話聞いてると、例えば初回無料カウンセリングとかね、初回いくらとかすごく設定が安いんですけど、あるいは無料だったりするんですけど、結局ね、専属のカウンセラーがついて、あれをやるといいです、これをやるといいですとかね、オプションを付けさせられて、ね、はい、そしてね、全部セットで年間何十万って払うみたいなんですね、うん、だから結局高くつくらしいんですよ。でその場合に効果ないっていうわけです、うん、僕の友達はね、やっぱりその3種類ぐらいやったそうなんですけど、3種類も、うん、どれも効果なくてね、いやもう本当に諦めてるみたいな話をしてたんですけど、まあ、ちょっとこういうのあるよって話をした時に、へーって言ってね、その時はね、メーカーが出していたこのビフォーアフターの写真をね、いくつもいくつもこう見せてあげたんですよ。でやっぱり中にはね、すごくよく聞く人いるわけですね。でそういうの見て、あ、そうなの、本当に聞くんだっていうことになって、ね、やってみるわってことで、まあ、やってみたんですよ、うん、そしたらね、半年分買ってったのか、半年分、そうそうそう、外用薬と飲み薬のセットをね。あ、ちなみにね、外用薬についてについては有名なやつはミノキシジルってやつですよね。何ですかそれ。まあ、そういう成分です、うんうん、そういう成分が入っててね、血行を良くしたりしてね、育毛効果があるっていうわけですけど、それは市販薬で売ってるわけです。ある程度濃度薄いですけどね、はい、まあ、5倍の濃度のやつっていうのもまあ売り出されてますけども、うん、まあ、そういうのがあるでしょ。あと飲み薬の方はね、これはちょっとね、医師の処方がいるんですけど、まあ、フィナステリドとかね、まあ、数種類あるんですけど、まあ、そういったものが飲み薬の中にも両方入ってるし、外用薬の中にも両方入ってると、うん、そういうセットがあるわけですけども、まあ、セットで使ってもらうんですけどね、まあ、それを半年分まず買ってったんですよ。もともとその人、友達は目の病気があってね、通院してるんですけど、しょっちゅう見る必要がないからね、まあ、半年に1回ぐらいでいいよっていう話をしてて、でちょうどこれ買ってね、1ヶ月じゃその毛根のサイクルに全然ね足りないからね、で最低半年は使ってくださいねって言って半年使ったわけですよ、はい、ちょっと早めに来たんですけどね、ちょうど5ヶ月目に来て診察室入ってきた時に、あれと思ったんですよ。しらばっくれて、どう、あれ聞いたって聞いたら、いやさ、髪の毛洗ってる時に抜ける本数が減ったんだよね、それからね、抜けるやつもちょっと太くなってきたんだって。すごい。で実感どうっつったら、いや増えてないって言うから、あのさ、実はね、入ってきた途端に、あ、増えたじゃんと思ったんだよね。本当、じゃあ自分で思ってるだけじゃなくて本当に増えてんだ。結局ほら、まあ、周りの人は気を使うから、うん、その話しないでしょ、はい、で僕はもう知ってるから直接言えるじゃないですか、うん、いや増えてるよって言ったら、うん、あ、人から言われたから確かなんだなって本人も納得してたんですよ。ちょっと見せるからね、はい、僕の友達の写真見せますよ。気になりますね。これです。すごい。これ上の段が最初の写真ですね、うんうん、それから下の段が5ヶ月後ですよ。
この頭頂部がやっぱ増えてしょ。増えてます、うん、それからねアップで専用のカメラで撮ったやつが、うん、やっぱここの部分の全然量が違うじゃないですか、うんうん、量も違いますけど黒してますね、うん、まあねもともと白髪だしねこうですけども、うん、明らかに増えてますよね。いやすごいです、うん、でこういうことがあるんです本当に。へえ、うん、すごい。えそう女性にもやっぱり効果が、うん、これはね女性の場合はね薬が全然違うんですね、うん、テストステロンっていうね男性ホルモンがあるでしょ、はい、でそのテストステロンが代謝されてね違う形にちょっとなるんですけどね、そいつが毛根をしぼませる働きがあるんですよ。だからそれをねブロックしちゃうね。でそういうお薬があるわけです。でその場合はねテストステロンっていう男性ホルモンですね、まあ、それが関係してるんですけど女性の場合はねちょっとまた違うんです。これがメカニズムがね、はい、全然違うお薬でね、まあ、ミノキシジルはつけてもらうんですね血行良くするために、はい、でその他ねスピロノラクトンっていうねお薬があって、それはもともと高血圧のお薬として使われてたんですけど、うん、高血圧の薬ですか。そうなんですよ。まあそれはねそんなに効かないですねその薬ね。たださ実は髪の毛が生えてくるっていうのが分かってきてですね女性の場合で、それとあとはね女性の場合はねやっぱりね男性よりも複雑ですからねその年齢による変化が、はいろいろ足りないも実はあってですね。何ですか。まあ、ビタミン類とかね、うん、ミネラル分とかねそういうものを一緒に混ぜた錠剤をですね3種類飲んでもらうんですね、うん、でその錠剤3種類と外用薬がセットになってるんですけど、まあ、そういったものを使ってやるんですけどね、はい、いや僕はこれ本当驚いたんですよ。何ですか。その人もちょうど5ヶ月で次の半年分くださいって来たんですけど、顔を見れば分かるんですよ、うん、だけど髪の毛見たら、ね、別人だと思うんですよ。うーん、まあ、染めてたせいもあるんですけど、これでしょこの間ね、これがビフォー、これがアフターですね。いやすごいでしょこれ。すごくない？すごい、ね、これね僕も本当驚いたんですよ。こんなになるんですね、うん、こんなにね本当に生えてくる。いやこれはすごい。ちょっと思わなかったですよね、うん、これ衝撃でした本当に。すごいの一言しかない、うん、そうですよね。これはねちょっとびっくりですよね、はい、うんうん、その時もやっぱりね、はい、患者さんがどういう実感してんのかなと聞きたいからね、うん、どうですかあの後って聞いたら全然気にならなくなったんですよつって、もう嬉しくて嬉しくてって言ってね、でまたね半年分じゃあ続けますっていうことでね、うん、続けてくれたんですけど、とにかくね女性の場合と男性の場合と、まあ、ちょっと一部重なるお薬もありますけど違うお薬を飲んでもらうんですね。でこれはね大変なんですよ実は。え輸入しなくちゃなんない。輸入なんですか。そうなんですよ。日本でねこの濃度のやつってなかなかなかったりしてね、医者が輸入しますって言ってね厚生局っていうところにちゃんと届けを出して、こういう病気でねこの薬使いたいんでって言ってちゃんと届けを出さないと輸入できないですよ。特にね女性の場合はね今までそんなに多くなかったからあれですけど、この前その話をしたら、はい、うちに一度もかかったことのない人、目でもかかったことのない何もかかったことがない人が急に電話かかってきてね、はいはい、ちょっとその治療を受けたいって言って今度来ることになってるんですけど、うん、あとねやっぱり診察してもちょっとそういう質問が増えてきたんでちょっと眼科なのかなって思います、うんうん、でもやっぱり目の周りをやってるからこそ分かったことっていうのがあったってことですよね、うん、まあ、まつげは特にそうですよね、うんうん、それからたまたまね自分の周りですごく悩んでる人がいたのでね、うん、うちはねさっきも言ったようにそのカウンセラーがついてオプションたくさんつけられて高くなるってそういうことじゃないんでね、うん、本業は目だからねここに力を入れてるわけじゃないんですよ。だけど昨年チャンネルの趣旨っていうかちゃんと見える目で生きてくださいねっていうことと、楽しく幸せに生きてくださいね、それから美しく生きてくださいねっていうことで、まあ、やってるわけなんですけどね、病気も諦めないけど年齢も諦めないっていうことでね、まあ、ちょっとチャンネルやってるんですけど、まあ、そういうことでね喜んでくれる人がこんないるんだったら、うん、まあ、別に言ってもいいかなっていう感じですよ、うん、いやでもこれを聞いて私すごい強い味方ができたって思いました。ちょっと早いと思う。いや何かあったら駆け込めばいいっていうことなんで、うんうんうん、もう私の未来は明るいっていうことが決まりましたよ。すごくねそれで喜んでくれる人がいるからね、うん、やっぱこれはやりがいがあるなと思うんでお話しましたけど、はい、うん、ありがとうございます、うん、もう3回にわたり目の周り目の周りちょっとだいぶ一番遠くだったけどね。いやいやいや気になっちゃってたのでありがとうございます先生、どうですかね役に立ちましたか今日の動画は、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。それから、ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録をしていただくとベルマークが出るのでぜひそこでお願いします。それじゃあ
またね。